はい、ということで実況パート5を始めていきたいと思います。はい、あっちゃんからだったかな。あ、そっか、青いワゴンを見つけたとこから始まりますね。瞳、あれ、アシが声を上げた。その視線の先には、ででーん。で、ナンバープレート、モザイクかかってねえし。さっきまでは何もなかった場所に青いワゴンが止まっていた。中の様子は見えないが、なんとなく怪しい雰囲気はする。他に青い車は見当たらないし、おそらくあれに違いない。思った通り戻ってきたのだ。ちょっと俺、見てくるわ。ここで待っててくれ。アチが立ち上がるより先に、瞳が腰を上げた。何も言わずにワゴンに駆け寄ろうとする。待てよ、待てったら。アチの言葉など全く聞こえていないかのようだ。おいって!仕方なく瞳の腕を掴んで立ち止まらせた。危ねえって、犯人が乗ってるかもしんねえんだぞ。でも姉も乗ってるかもしれないんですよ。早く行って助けなきゃ。焦る気持ちは十分にわかる。しかしここは少し落ち着いた方がいい。のんびりしてる場合じゃないんです。またどこかに行っちゃうかもしれないじゃないですか。だからまず俺が様子を見てくるって。それこそ危険じゃないですか。関係ないアチさんが言って、姉にもしものことがあったらどうするんです。いや、まあそうだけどよ。アチには気になっていることがあった。犯人は瞳にワゴンに乗ると言ったらしい。どう考えても何か理由があるに違いない。最悪の場合、瞳まで誘拐されてしまうことも考えられる。とにかく一人で行かせるわけにはいかない。アチは少し考えてから言った。おお、選択肢来たよ。ただ瞳だけ行かせるっていうパターンはないんだね。じゃあ A 選ぼっかな。やっぱまず俺に行かせてくれ。瞳を危険な目に合わせたくねえんだ。アチが真剣な目で訴えると、瞳の症状から固くなさが消えた。どんな相手かもわからねえんだ。頼む。もし奴らがまた逃げそうになったら合図するよ。それで瞳が出てくれば、奴らだってただ逃げたりはしねえって。必死で説得すると、瞳はこくりとうなずいた。気をつけてくださいね。ああ、姉がいたら教えて。わかってるって。アチは物陰から体を出し、ワゴンの方へ歩き始めた。なるべくワゴンを意識しないように、ただの通行人に見えるように。ワゴンの横まで来て、ちらっと中を覗いた。窓ガラスにスモークフィルムが貼られていて、どんな奴が何人乗っているのかよくわからない。もっとよく見るために、アチはさりげなくワゴンに近づいた。笑った。なんか外周めっちゃできたし。その時、勢いよくスライドドアが開き、中から外国人数人が飛び出してきた。たちまちアチは取り囲まれた。あれ?ちょっと、なんすか?アチがヒラヒラと笑った。いやー、いっぱい乗ってたんですね。これ、何人乗りっすか?さらにワゴンに近づき、車の中、これ、車中かな?車中を覗こうとした。おお!外国人の一人が懐からナイフを取り出し、アチに向かって突きつけてきた。おそらくただの威嚇のつもりだったのだろう。しかし、思わず体が反応し、男の顎にハイキックを放った。おお、アチ強いね。キレのある重い一撃だった。男は一発で混沌した。それをきっかけにして、他の連中も襲いかかってきた。いや、乱闘乱闘、こんな街中に乱闘したら警察呼べよ。しくじったと思った時はもう手遅れだった。いっぺんに3人がかりで来られたらさすがにきつい。しかし、こうなってしまった以上、こいつら全員倒すしかない。アチはフットワークを使って攻撃に備えた。アチさん!瞳の悲鳴が聞こえた。やばい。まだ合図をしていないのに瞳がやってきてしまった。瞳!来るな!瞳を守りながら3人を相手にするのはさすがにつらい。どうする?どうしたらいい?やじ馬。しかもガラケーで写真撮ってるっていうね。おい、何やってんだ?あれナイフだろ。喧嘩ってレベルじゃねえぞ。通報しろ、通報。瞳の悲鳴を聞きつけてか、通行人が集まってきて騒ぎ出した。いや、渋谷にいそうな顔じゃねえな、お前だ。携帯電話で写真を撮っている者もいる。外国人の一人が下打ちをし、他の連中にワゴンに乗りよう指示を出した。けたたましいエンジン音を上げて、ワゴンを走り去っていった。
追いかけるにも追いかけようがなく、アシはその場に立ち尽くした。失敗した。完全に自分のミスだ。アチは唇を強く噛んだ。瞳に向ける顔がなかった。アチさん、瞳の力ない声。叱られた子供のようにアチはうつむいた。すまねえ、姉ちゃんがいたかどうか見えなかった。そうですか。さっぱりとした言い方が胸に刺さった。ごめんな。瞳は小さく首を横に振った。文句一つ言わない瞳に対してアチはさらに申し訳ない気持ちになった。この失敗は必ず取り返すと言いかけたところで、恐ろしいものが目に飛び込んできた。杖の男。反対側の道路に杖の男が立っていたのである。いやだから街中で鉄砲構えてんじゃねえよ堂々と。白昼やば、白昼暴力団かな。瞳、あいつだ。ここはひとまず逃げるしかない。あ、また逃げるんかい。瞳の手を握ると道玄坂を一気に駆け下りた。車道を挟んで杖の男も同じように道玄坂を下ってくる。アチは迷った。また裏道や脇道に入るか。いや、下手に人通りの少ない道に入った方が危険だ。ここは道玄坂を直進しよう。センター街の人混みに紛れ込めば銃を撃ってくるのは不可能だ。それに相手は杖だ。瞳と一緒でも逃げ切る。いや、中年男性じゃねえし。全然手をつなぎながら道玄坂を下り、109の前の交差点を渡った。瞳、もうちょっと頑張れ。はい。瞳が息を切らせながら叫んだ。アチは男の様子を確認しようと後方を振り返った。え？驚いて立ち止まる。どうしたんですか？あいつ追ってきてねえ。あれ、なんか加納さんっぽい人いない？すぐそこに。交差点の手前の階段ではまだ大して差は開いていなかった。大野をやめるのは不自然すぎる。しかし足と瞳にその理由を考えている暇などなかった。瞳、まだ走れるか？大丈夫です、今のうちだ。こっちへ。渋谷センター街。男が襲ってくる前に少しでも遠くへ逃げておく必要がある。その一方で、なんとかもう一度さっきのワゴンを探し、瞳の姉を救い出さなければならない。杖の男から身を隠しながら、果たしてワゴンを見つけることもできるだろうか。そんな不安を胸に抱きつつ、アチは瞳を連れてセンター街の奥へと入っていった。じゃんじゃん。 To be continued。いや、これは選択肢あったんだろうかね。どうなんだろうね。センター街か。まあやっぱ渋谷といえばセンター街だよね。じゃあ緑川行ってもいいのかな、これ。あ、どこまで行ったっけ、忘れちった。あ、これでジャンプしたんか。そうだ、思い出したわ。それじゃあダメだろ。ダメだろって私に言われても。エンドは呆れ顔になった。チームを抜けていたら取材をしてみる意味がない。さすがにそこまでトントン拍子にことは運ばないようだ。それでも KOK という手がかりを入手した。一歩前進とも言える。それじゃあ話を戻す。チーマーが多くてどうしたんだっけ。緑川は再び目星を開いた。それで防衛のために小型のウェブカメラを取り付けたんだ。なるほど、そのウェブカメラに効果があったわけだな。そうだ、そしたら商店街の連中がうちにもつけてくれって言い出してね。ウェブカメラは大した値段じゃないから簡単に商店街中に取り付けることができたよ。それで監視カメラの管理は誰が。商店街の役員が交代でやってるよ。ウェブカメラは無線LANでつないで商店街の寄り合い所で見ることができるんだ。無線LANのセキュリティは、それは問題ない。無線で送るのは暗号化された映像データだから。
なんかうんちくが溜まっていくね。こうやって見ていくと、エンドは当たり前のことのようにさらりと言った。しかし知らない間に監視カメラで記憶されるというのはあんまり気持ちのいいものじゃないな。緑川が確信をつくと、エンドの表情が曇った。犯罪抑止とプライバシー保護のバランスはちゃんと取っているつもりだ。閉鎖のバランスは誰が決めるんだ。挑発するように言う。渡していくことになりますね。監視カメラの運営は任されているんで。じゃあ運営する側のモラルは誰が管理するんだ。さらに嫌味っぽく聞く。私が悪用するとでも言いたいのか。エンドは明らかに不快な顔をした。こっちは市民の安全を守るためにやっているんだ。もう5分経った。さっさと帰ってくれ。エンドは立ち上がると家の中に入ってしまった。ドライアイスマシンのことはちゃんとメンテーションの人間に伝えておくよ。緑川は閉まったドアに向かって声をかけた。エンドから返事はなかった。なんとか記事になるぐらいの話は聞いたので、早速喫茶店にでも入って原稿を書くことにした。道玄坂を下っていると携帯電話が鳴った。着信画面には千秋の名前が表示されている。着信音なんだこのベルみたいな。どうした千秋。ダメです。半分泣き声だった。ダメって何が。私道行く人に声なんかかけられません。はあ、何言ってるんだ。だってみんな忙しそうに歩いているし、なんかかけたら怒られそうで。怒られたっていいだろ。緑川は頭を抱えたくなった。そんなの嫌ですよ。嫌ですよじゃない。仕事である以上泣き言は許さない。とにかく声かけ、とにかく声をかけろ。以上。ピシャリと言って電話を切った。クソ、余計な心配が一つ増えちまった。緑か頭をボリボリと書くと、渋谷駅の方向を不安そうに眺めた。なんで緑川さんはこんなに遠山さんの肩を持つんだろうね。あ、 To be continued になったよ。おお、どんどん進んでいくね。 あと誰だっけ。もう全く選んでないやついるよな。大沢教授だっけ。いや教授か分かんないけど、なんか教授っぽいやついるよな。全く選んでない大沢選ぶか。こいつやんな。すげえ頭良さそうな。明らかにインテリ系な感じのね、人ね。金、地位、名誉。そんなもの私には何の意味もない。私が望むものは、凪のような生活だ。穏やかに緩やかに、ただ一点を見つめていたい。雑念などあってはならない。あってはならないのだ。スピーカー、 CD コンポのスピーカーからポップなリズムの曲が流れた。最近のヒットチャートで人気を独占している神木彩という女性ボーカリストの歌声だ。さらに音量が大きくなった。机に座った大沢健二がリモコンでボリュームを上げたのだ。めっちゃおっさんやん。瀬戸康史にちょっと似てない。外見はクラシックを好みそうな風貌をしているのに、大沢は中学生が聴きそうなガールズロックが大好きだった。目を閉じて曲に合わせて体を揺らしてみる。大好きなフレーズを口ずさんでも見る。それでもダメだった。いつもは心を癒してくれる歌声も、今日ばかりはまるで効果がなかった。大沢の心と体は憔悴しきっていた。なんだこれ。自宅の書斎の机には大量の書類が投げ出されている。その内容はウイルスやワクチンに関するものばかりだ。アメリカ支社の出張を終え1週間前に帰国したのだが、来週末にはまた渡米しなければならない。日本にいる間に済まさなければならない仕事は膨大な量だった。大沢は書類を手にしたが、すぐに机に放り出した。椅子の背もたれに全身を預けて大きなため息を一つつく。とても仕事が手につくような精神状態ではなかった。ドアが小さくノックされた。所長、よろしいですか。所長。同僚の田中守の声だった。ああ、空いてる。そう返事をすると田中は書斎に入ってきた。こんな時になんですが。声がよく聞こえない。リモコンで少しだけボリュームを下げた。研究所から電話がありまして、昨日送ったメールの返事が欲しいそうです。田中は申し訳なさそうにつぶやいた。今日じゃなくてもいいだろう。今すぐにだそうです。
伸ばしてくれとは伝えたんですが、そうか、わかった。大沢が疲れた声で答えると、田中は軽く頭を下げて書斎を出ていった。田中守、本当に田中は頼りになる男だ。自分の仕事もあるというのに、今日もわざわざ私の自宅まで出向いてくれた。自宅なんかーいここ自宅なんかい。日本に帰国してからというもの、公私ともに支えてくれている。田中がいなければ今の精神状態で仕事なんてできないだろう。パソコンのメーラーを開き、仕事に関するメールを返信していく。なんだメーラーって。出張経費の報告、設備投資に対する意見聴取、薬品の備蓄量についてのチェック依頼、どれも今の大沢にとってはさまつな事柄にしか思えなかった。一通りメールを返し終わったとき、一通のメールが届いた。送信者は A、 件名には日本語で1年前南アフリカとかある。メッセージ欄には何も書かれていないが、何や画像が数枚添付されているようだ。ウイルスメールの可能性もあるので、いつもならこんなメールはすぐに捨ててしまう。しかし南アフリカというキーワードが引っかかった。南アフリカといえばどうしても気になって仕方がない。モニター上のカーソルを画像ファイルの上に動かす。ノリのいい曲に背中を押されるように人差し指をマウスのボタンをダブルクリックした。さあ何の画像が出てくる。うわあ、なんじゃこれは。大部屋で10人以上がベッドに寝ている。どうやら病室のようだ。なんだか妙な胸騒ぎがする。すぐに別の画像を開く。怖っホラーかな。いやこれホラーだろ。今度はベッドで寝ている人間のアップだ。いや人間見えない。顔面には赤い発疹、これ発疹だっけ、発疹だっけ、発疹が現れ、耳や鼻から大量の出血が見られる。バイオハザード。冷たい汗が背中を伝わった。なんてこったい。この症状は。大沢は残りの画像を全て開いた。ウイルスだ、バイオハザードだ。次々に病人の姿が映し出されていく。みんな死の淵をさまよっているような表情だ。間違いない、これはウーアウイルスの感染者だ。バイオハザードかなバイオハザードかな。ウーアウイルス、これはフィクションだろうね。現実にはないでしょう。しかしどうして。頭の中でさまざまな疑問が湧いてくる。大沢はキーボードを素早く叩いた。反応が来るとは思えないが、一応メールを返信してみる。この画像は何だ。お前は誰だ。てかなんでお前俺のメアド知っとるんや。花、ウーアウイルスのウーアとはスワヒリ語で花を意味する。ウイルスの増殖した形が花びらに似ているから命名されたらしい。しかしこのウイルスの危険度は花なんて可愛らしいものではない。ウーアには花以外にも死という意味もある。まさにその名の通りで、ウーアウイルスに感染した場合の致死率は 100% だ。しかも感染から発症して死亡するまでの時間も短い。マクロファージ、懐かしいな、マクロファージって。約12時間で骨と骨格筋以外のあらゆる場所から出血する。あまりに高い致死率のため、一般には今も存在を極秘にされている。パソコンからメール着信音がした。発信者は A だ。大沢は慌ててメールを開く。またも件名は1年前南アフリカ。1年前南アフリカで何があったの。お前の罪。メッセージ欄にはそれだけが書いてあった。私の罪。ますますわけが分からなくなった。もう一度先ほどの画像を眺めた。なぜこれが私の罪なのだ。冷静になってみると、患者の出血具合がひどい。発症してから数時間は経過している感じだ。まもなくこの患者は命を絶たれる。もだえ苦しみながら一生を終える。それが私の罪だというのか。部屋のドアが小さくノックされた。あなた、ちょっといい。妻である愛の声だった。ここで選択肢ここで選択肢なんかここで選択肢ってなんか怖くない。しかも BGM 止まったしね。
まあ、どっちもいいんだけど、どうしようか。閉じるか、このまま入れるかだよね。まあ、閉じるがなんか正解っぽいから、あえて失敗、不正解っぽい方を選んでみるわ。ああ、どうぞ。大沢は愛に中に入るように促した。おいー。おいー。愛が書斎に入るなり、部屋の中が香水の匂いで満ちた。アメリカ行きの件、考え直してくれた？その言葉に大沢はうんざりした。今はいいだろう、その話は。よくないわよ。一人で勝手に決めることじゃないでしょ。今回の出張中にアメリカの大手製薬会社から研究所のトップとして招きたいとヘッドハンティングされた。金は名誉で心は動くことはなし、大越製薬には長年の義理がある。年商は1兆円の大企業。社員は7000人、そのうち研究員は600人って、なんか結構リアルだね。割合が結構リアルだね。しかし、最高の環境でウイルスの研究ができるのは研究者として魅力的なステップアップだった。もし会社を移るならアメリカに移住することになる。帰国して愛に相談すると2秒もなく反対された。もっともそれは分かりきった反応だった。愛の父親である牧野傑は大越製薬の重役である。他社の研究所に移ることを許せるわけがない。ねえ、あなた、あんま可愛くねえな、こいつ。お願い。愛が詰め寄ってくる。私の立場も考えてよ。あなたがアメリカに行ったら私、父に何て説明すればいいのよ。聞き慣れた、ひどく耳障りな声。あなたがいなくなったら、大越製薬はどうなると思ってるの？すべてが終わったらちゃんと話し合おう。落ち着いた口調でなだめた。あなた、所長なのよ。勝手すぎるわ。愛は不満げな顔をして書斎を出て行った。さっきはもう背景変わってねえぞ、このおっさんの顔。確かにそう簡単にアメリカの研究所に移れるとは思っていなかった。その理由は大沢の開発した抗ウイルス剤にあった。ウーアウイルスが発見されてからというもの、世界中の感染症研究機関が極秘にワクチン開発を含む研究に着手するようになった。やべ、読んでね。しかし、大沢が牧野から開発を命じられたのはワクチンではなく抗ウイルス剤だった。ワクチンは予防接種して事前に感染を防ぐためのものだ。それに対して抗ウイルス剤はすでに発症した患者に投与して治療ができる。大雑把に言ってしまえば抗ウイルス剤とはウイルスの特効薬だ。もちろんそんな便利なものが簡単に作れれば苦労はしない。開発は難航を極めた。数年間に及ぶ研究の末、抗ウイルス剤と呼べるような物質の同定に成功した。理論値で言えばウーアウイルスに感染した初期段階なら100%の治癒が可能だった。さらに発症後であっても早期の状態なら80%の治癒というデータも出た。しかし、この抗ウイルス剤には致命的な問題があった。人体への副作用が非常に強く、一定以上の量を投与すると生命の危機につながってしまう。研究はここで行き詰まった。ウーアウイルスの爆発的な増殖力に対抗するにはどうしても薬剤を多量に投与しなければならないのだ。そんな時、大沢の耳に嬉しい情報が飛び込んできた。大越製薬のナノテクノロジー医療開発部門が最先端医療機器である DDS を開発したというのだ。あ、間違えた。DDS、ドラッグデリバリーシステムの略。大沢は DDS に抗ウイルス剤を組み合わせ、少量の薬剤を的確にウイルスにぶつけてみた。すげえな、こんな、いちいちなんかこんなね、映像を作ってるとすごいよね。あ、間違えた。ボタン間違えたな、さっきから。この方法は大成功だった。治療効果は劇的に高まり、副作用も間違いなく軽減される。すでに猿による動物実験では効果が確認され、あとは人間に臨床試験を行えば抗ウイルス剤は完成という段階まで来ていた。
ということは南アフリカで臨床試験を行ったんじゃないか、この人おそらく。でそれが失敗したんじゃねえの。いずれにしてもまたまだ存在がシークレットの新薬である。その情報を持ったまま別会社に移るのは難しい。だが可能性がないわけではない。抗ウイルス剤が完成し、その存在が発表されれば問題なく自由の身になれるはずだ。そのためには今は抗ウイルス剤のことで揉み事を起こしたくない。大沢はさっきのメールのことが気になって仕方がなかった。大沢はインターホンで田中を書斎に呼んだ。ちょっと見せたいものがある。すぐに来てくれ。副所長である田中に大沢は絶大な信頼を置いていた。研究に没頭できるのは彼のバックアップがあればこそだった。これ絶大な信頼を置く人は意外と裏切ったりするよね。ノックと同時に大沢は扉を開き、周囲を確認してから田中を部屋に入れた。どうしたんですか、これを。大沢は例の画像を見せた。すぐに田中の顔色が変わった。これは画像を見て田中もすぐにウーアウイルスの感染者だと分かったようだ。何か心当たりはあるか。 いえ、さっきメールで送られてきたんだ。件名は1年前南アフリカ、つい最近感染者が出たということでしょうか。でもそんな情報はどこにも。田中の言葉に大沢はうなずいた。それにしても分からないのはなぜこの画像を私に送ってきたかだ。大沢は送られてきたメールを開いた。2通目のメールではこれが私の罪とまで言っている。私の方でも調べてみます。そうつぶやいてから田中は考え込んだ。あの念を押すのもなんですが、例のことか。大沢が答えると田中は小さくうなずいた。分かってる、大丈夫だ、君に迷惑はかけない、助かります。田中は安心した顔で書体を出ていった。なんだろうな例のことって。大沢はモニター上にあるウーアウイルスというフォルダを開いた。フォルダの中にはウーアウイルスの拡大画像が入っている。ダブルクリックして画像を開くと、本来は肉眼では見られない姿がモニターに大写しになった。ウーアウイルスの大きさは約100ナノメートル、1万倍の大きさにして約1ミリとなる。そんな小さなウイルスの一つが人間の体内に入った途端1時間で2000個に増えてしまう。この増殖のスピードは驚異的としか言いようがない。エボラウイルスに感染した人間が発症するまでの潜伏期は通常7日程度と言われている。インフルエンザでも1日から2日だ。ところがウーアウイルスはたった12時間で発症してしまう。大沢は画像をスライドショーにしてウーアウイルスが増殖する過程を眺めた。何度見ても不思議な光景だった。ウイルスは増えることだけを目的に生きている。理由や理屈など何もない、ただ純粋に増えるだけなのだ。そこに大沢は神秘的なものを感じていた。もしウイルスに感情があるならどんな気持ちで生きているんだろう。そんな分かることのない答えを求めて大沢はウイルスの研究にのめり込んでいった。抗ウイルス剤の開発を手掛けたのはあくまで会社の仕事としてである。殺人ウイルスか人々を守るという使命感などない。ただウーアウイルスと戯れていられればそれだけで毎日が幸せだった。いやどんな幸せやそれ。新しいメールが着信した。送信者は A、 件名も同じ1年前南アフリカ。大沢はメッセージ欄を見た。目を背けるな、これがお前の罪。またも責めるような内容のメッセージだった。今度は画像が4枚添付してある。大沢は順番に画像を開いていった。てでーん、多分家族がなんかあったんじゃないの。1枚目の画像で大沢は頭を殴られたようなショックを受けた。先ほどのウーアウイルス感染者が何かの注射をされている。そんなバカな、思わず大沢は声に出した。私の抗ウイルス剤という感じじゃないの。2枚目の画像には感染者が血を吐きながら苦しむ姿が映っている。症状は依然として現れているが、感染者の症状は目つきに幾分性気が戻ってきているように大沢には思えた。慌てて3枚目の画像を見る。怖いわ。ははそこには死体安置所にある死体の山が映っていた。大量の血と胃液でベッドは薄紅色に染まっている。鼻や目から吹き出た体液、肥大したリンパ菌、苦悶に歪んだまま硬直した顔はもはや人間のものとは思えないありさまだった。そして4枚目の画像だ。なんだよ、怖えよ、よく見えねえよ、何が起こってるんだよ。死体の胸にはそれぞれ6時間後、12時間後、18時間後というバッジが付けられていた。
明らかに抗ウイルス剤の臨床試験だった。大沢の抗ウイルス剤が完成と言い切れないのは人体への臨床実験を行っていないからである。ではなぜ人体への臨床試験に踏み切れないのか。答えは簡単だ。倫理的な問題があるからだ。じゃない？ウイルスの感染者でなければ抗ウイルス剤の効き目を試すことはできない。つまりまず治験者をウイルスに感染させる必要があるのだ。いくら動物実験で成果が出ているとはいえ、もし効果がなかったら 100% 死んでしまうのである。そんな死と隣り合わせの臨床試験を行うなんて信じがたい。確かに。画像を繰り返し見ているうちに大沢は確信した。自分の知らない間に大御所製薬の人間が抗ウイルス剤の臨床試験を行ったのだ。4枚目の画像は発症してから何時間後まで抗ウイルス剤の効果があるのかを試したのだろう。びっくりした。今コントローラー振動したぞ。大沢は怒りのあまり机を叩いた。これは臨床試験の皮をかぶった悪趣味な人体実験だ。絶対に許すことはできない。そしてこんなことが内密に行えるのは上司に当たる牧野だけだった。牧野！大沢はすぐに牧野に電話をしようとした。しかし受話器を握った時点で止まった。こんな精神状態では冷静な話はできない。大沢は CD コンポに向かうと神木綾の最新アルバムをかけた。心が安らぐ歌声に心と体を委ねる。少しずつ冷静さを取り戻していくのが自分でも分かった。もともと大沢は全く音楽を聴かない人間だった。いや、音楽だけではなく絵画や映画などにも関心がなかった。そんな大沢と神木愛の出会いは偶然だった。娘の誕生日プレゼントに CD を頼まれ、ショップでたまたま手にしたのが神木愛だった。新作が出た矢先のことでアルバムが店頭に平積みされていた。その鮮やかな色彩のジャケットに大沢はなぜか心に惹かれたのだ。少し気持ちが落ち着いてきた。大きく深呼吸をするとははこれ選択肢かよ。えい、電話かけちゃえ。大きく深呼吸をすると大沢は牧野に電話をかけた。出るかな。多分出ねえだろ。出たー。何か動きがあったのか。重苦しい口調で牧野が電話に出た。いえ、特にはまだ。電話の向こう側で小さなため息が聞こえた。じゃあ何の用だ。担当直入に聞きます。お前、俺の抗ウイルス剤勝手に使ったろ。牧野さん、抗ウイルス剤の臨床試験をしたんですか。牧野はしばらく押し黙った。なぜそう思う。大沢はメールの件を牧野に説明した。聞き終わると牧野は驚きを禁じ得ない様子で潔く息を吐いた。あちゃい、潔くじゃねえ、深くだ。電話ではなんだ、会って話そう。今からそっちに向かう。すぐにお願いします。無理を言うな、私も忙しいんだ。そっちに向かってなんか怖いね。そう言うと電話は切れた。どうやら臨床試験を行ったら間違いないようだ。大沢は牧野と会うことを田中に告げようと書斎を出た。その瞬間、あれ、大沢さん、どちらへ。廊下に生真面目そうな男が待ち構えていたように立っていた。渋谷署の刑事である梶原義雄だった。これなんかどっかで聞いたような気がするな、この名前。言葉遣いや身のこなしは刑事とは思えないほど穏やかだ。こんな時世だというのにひょうひょうとしていて、なんとも頼りない印象を与える。いえ、別に。それより何か進展は。大沢が聞くと梶原は黙って首を横に振った。申し訳ないです、本当に何と言っていいやら。あ、じゃあ大沢さん、娘が誘拐されたことをもうすでに知ってんだね、きっとね。そう言うと梶原はスーツのポケットに手を突っ込んだ。バナナを取り出したのはバナナだった。芭蕉か、芭蕉族の果実。食べます？疲れた時にいいんですよ、これ。結構です、きっぱりと。こうあった。この梶原という刑事には緊迫感が足りない。だから一緒にいるとイライラしてくる。まあそんなところに立っていないで、こちらへ。大沢さんの家なんですから。大沢は梶原に腕を引っ張られた。強引にリビングに入れられそうになると、扉の向こう側から刑事たちの声が聞こえてきた。こんな時にまで仕事か。金持ちの感覚かわからんよ。娘さんが不憫だな。大した父親だ。大沢を責めるような口ぶりだった。あ、いや、これは失礼。梶原が罰の悪そうな顔をする。特に気にした様子もなく大沢は扉を開いた。その瞬間、
なんだこのメガネ集団は。リビングには刑事たちが詰めていた。じっと押し黙って大沢を見返している。ここで泣きながら事件の成り行きを見守っていれば満足ですか。皮肉っぽくつぶやくと刑事たちは苦笑しながら頭をかいた。至らない父親で申し訳ないですね。さらに挑発するような言い方をすると梶原が慌てて間に間に入った。まあまあそんなカリカリなさらずに。カリカリなどしませんよ。本能を言えればカリカリしていた。人の鍵口を叩いている暇があるならさっさとマリアの身柄を安全に確保してほしい。何の進展もなくすでに半日近くが経っている。犯人から身代金の要求があったのは昨夜の午後8時。マリアが誘拐されてから約1時間後だった。明日朝10時、渋谷八甲前、5000万円を次女の瞳に持たせろ。言い通りにしなければ人質の命はない。犯人からの電話はそれ1回だけで、警察は逆探知をする機会すらなかった。やります。姉さんのためなら、瞳は身代金の引き渡し役を何の迷いもなく引き受けた。大沢は強く反対したが、できるだけ犯人の要求通りに対処した方がいいというのが刑事たちの見解だった。対照的に愛の反応には誰もが気に取られた。5000万なんてどこにもありません。警察が用意してくれんじゃないの。大声でわめき散らす愛を梶原がなだめた。もしもの際には警察の方で用意します。そう、それじゃそうして。もちろん後で返していただきますが。それじゃ意味ないじゃない。愛がまた金切り声を上げた。いい加減にしないか。みっともない。大沢がたしなめると愛はそっぽを向いた。刑事さん大丈夫です。明日の朝一番の銀行回りはなんとか。5000万も貯金あるんかーい。愛が低そうな顔をして部屋を出ていくと、梶原が申し訳なさそうに何度も頭を下げた。ひとみさんに接触した時点で犯人を確保します。あとはお任せください。え、いやしかし犯人を捕まえたらマリアが危ないのでは。犯人を先に確保することに不安を覚えた。ですが金を入手した犯人が人質を無事に返すという保証はありません。そう言われて理由が分かった。なるほど、逃げるのに人質は邪魔になるってことですか。大沢の言葉を聞いた梶原大慌てで謝った。いやいやいや、そんなつもりで言ったわけでは。梶原が額の汗を拭きながら何度も頭を下げる。マリアさんは必ず無事にお返しします。なんだか文句を言う気もなくなった。わかりました、捜査の方はお任せします。大沢は梶原よりも深く頭を下げて頼んだ。今何時だよ。いつまでもともとやってんの。さっさと捕まえなさいよ。愛がヒステリックな神奈川金切り声を上げている。犯人が身代金を、手にしてからすでに1時間が経過しているのに警察は一向に確保する様子がない。捜査状況は事件解決まで原則として話せないらしく、大沢たちはまるで事情が分からないでいた。ただ捜査本部との無線でのやり取りを聞いていると意図的に犯人を泳がしているようにも思えた。ちょっとこれでお金を取られたらちゃんと弁償してくれるんでしょうね。マリアより金の方が大事なような言い方だった。どことなく白けた空気が流れる。金なんかどうでもいいじゃないか。大沢は愛をいさめるように言った。金なんかふざけないでよ。いくらだと思ってんの。ものすごい剣幕で怒鳴られるとそれ以上何も言えなくなった。愛に同調するわけではないが大沢にはそれを強くとがめることはできない。繊細を15年前に亡くした大沢はマリアと瞳を連れて愛と再婚した。あ、じゃあ瞳、マリアと瞳は愛の子供じゃないんだね。なるほど、だから愛と双子の姉妹に、血のつながりはないのである。双子なんや、瞳とマリアは。ねえどうなのよ、警察は弁償してくれるの。愛は梶原を激しく睨んだ。いや、その今はマリアさんの安全を何より優先して、はぐらかさないでちゃんと答えなさいよ。さらに愛は詰め寄る。そうだバナナでも食べて落ち着きませんか。梶原がバナナを差し出すと愛はピシャリと叩き落とした。ありゃもったいない。梶原は床のバナナを慌てて拾った。大沢は田中に近づくと小声で耳打ちした。牧野さんと会ってくる。田中は黙ってうなずいた。たったそれだけの会話だったのに梶原がちらりとこちらを見た。思わず 目が合ってしまったがそれとなく視線をそらしてリビングを出た。怖えよこいつ。梶原が後からついてきた。大沢さん、何ですか？何か感じたのだろうか。大沢は警戒した。なるべくリビングの方にいてもらいたいんですが。梶原は愛想笑いをしながら頭をかく。いろいろと仕事があるんだ。大沢はぶっきらぼうに言った。君も私に悲劇の父親でいろというのか。いえそんな、私は大沢さんは立派なお父さんだと思っていますから。立派とまで言われると皮肉のように聞こえる。
梶原のいいことはどこまで本音なのかよくわからない。だいたい大沢さんのような天才は凡人が評価なんてできません。天才？私が？思わず聞き直した。違うんですか？ウイルスの研究でいくつもの異業を成し遂げたとそう伺ってますが、自分のことを天才だなんて思ったことは一度もない。ただ人よりウイルスへの興味が強いだけだと思ってきた。天才で呼ばれる方々はどこか変わっているもんです。能天気な調子で梶原は言った。変人大いに結構。私たち門人を常に置き去りにしてください。褒められているんだかけなされているんだかよくわからなくなってきた。大沢は大きなため息をつくしかなかった。天才でも変人でも何でもいい。静かな研究に没頭できる生活ができれば自分の姿が他人の目にどう映ると気にならない。ところで今からなさるお仕事というのは？梶原は額の汗をハンカチで拭いた。話したところで君にはわからんよ。はい、その通り。お説ごもっともなんですが、それでもしつこく聞くのはですね。ぐいっと梶原が大沢の顔を覗き込んできた。隠し事はやめてほしいからなんです。思わず返すことも詰まった。ああすいません。いやはやこれではまるで大沢さんが隠し事をしているような言い方ですね。梶原は何度も頭を下げた。これでお許しを。バナナを差し出した。いりません。それではこっちを。今度はポケットから板チョコレートを出した。それも結構。なんでこんなものを持ち歩いているんだ。いやはやさすが天才。梶原は首をかしげてうなった。では何をお持ちしましょう。欲しいのは一人なら時間だ。大沢は書斎へと逃げ込んだ。内側から鍵をかけて一人気づくと壁際の本棚に目がいった。双子かわいい。アルバムを取り出しパラパラとめくる。娘たちの小学校の入学式の写真があった。二人の母親はすでに病気でこの世を去っていたので、大沢が二人を入学式へと連れて行った。この入学式の後、瞳が熱を出したことを思い出した。かわいい。小さい頃瞳は病弱で何かというとすぐに寝込んだ。反対の姉のマリアは活発で随分手を焼かされた。双子だというのに随分と性格が違うものだと不思議に思ったりした。さらにページをめくってみた。小学校の卒業式の写真も3人で写っているが、マリアはそっぽを向いている。心に針を刺すような痛みが走った。なんで？何があったんだろうね。娘たちとウイルス、どちらに関心がある？どちらを愛している？比べるのもバカバカしい。初めから答えは出ていくことだ。それでも人間の感情とは複雑なもので、時に矛盾したことを取ってしまう。その結果がこのアルバムだ。すげえそっぽ向いてるよ。大沢がマリアと写っている写真はこれが最後の一枚だった。この後いくらアルバムのページをめくってもマリアの姿は見つからなかった。つかマリアだけなんでカタカナなんだろうね。瞳はひらがななのに。To be continued。 早っ。ルートムーン決まっ、いやあったけどさ、いやバッドエンドあったんかな途中。どうだろうね。さあさあ、あとはタマとあとタマと緑川か、あ、ちゃうわ、タマとタモかな。まあいいや、とりあえず、今回は切りがいいんでここまでしようかなと思います。ごっしょ、あざしゃっぱっ。